GLTV ヒストリーボイス、今回は金田シャーロックさんです。こんにちは、よろしくお願いします。いきます、ヒップホップとの最初の出会いについて教えてください。中学校の時、ジャンル関係なく洋楽を聴くのが流行ったりとかしていて、普通に当時メロコアとか流行ってた、僕が中学生の頃は当たり前に聴いてて、であとバスケット好きでバスケやってて、で NBA みんな好きで、なんていうの、ダイジェストの裏側とかで常にやっぱりヒップホップがかかってるから、なんか、これがヒップホップだ、これはレゲエだとかを別に認識して聴いてたわけじゃないけど、そうですね、その辺からかっこいいなっていう認識はあって、90何年か忘れたんですけど、フージーズ、ローリンヒルのフージーズがなんかグラミー賞かなんかのノーマンノークライをパフォーマンスしてるのをテレビで見て、次の日に地元のダイエーの CD 屋にフージーズの CD を買いに行ったのが出会いですかね。はい。そこからじゃあどういうきっかけでラップを始められたんですか。地元に隣の中学校の先輩で、もう今はそのグループはないんですけど、トリカブトっていうグループがいて、そうですね、そこのが直接の先輩というのか分かんないですけど、隣の中学の先輩っていう感じで、彼らに出てるイベントとかにこうくっついて、クラブ行ったりとかして、そうですね、自分もやってみようかなっていう思い始めたと同時に、中学校の同級生が行った高校で DJ やりたいってやつがいて、でお前ラップやりたい、こいつ DJ やりたいみたいな感じで引き合わせてくれたやつがいて、それでなんかラップグループを組もうみたいな感じになりました。自分のそのラップスタイルとかってどういう感じですか。こだわりとか曲調とかありますか。もちろん多くの人に聞いてもらいたいとか、はい、言葉を分かりやすくとかそういうのはあるんですけど、きっと多くの人もそうであろうと思うことを正直に書くようにしてる。もちろん曲にもよるんですけど、はい、そんな感じですか。あと年齢も僕は もう38になったんですけど、はい、そういう同世代というかそういう大人の人たちにも響くような音を伝えたいなとは、ここ何年かはやっぱりどうなるかなっていう感じで、ね。現在の活動について教えてください。今もちろんいろんなところでライブしたり、あとたまに DJ したりとかもしてるんですけど、そうですね、いくつかよく出ているイベントっていうのもあるんですが、はっきりこう毎月のレギュラー、はい、ていうかほとんど、オーガナイザーではないんですけど、ほとんど主催の一人みたいな感じでやっているのが渋谷ファミリーというクラブで、はい、第2金曜日、毎月第2金曜日にやっているビッグというイベントがあって、それが毎月必ず主催みたいな気持ちでやっているイベントですかね。いろんな人に出てもらって、はい、最後の質問なんですけど、はい、今まで聴いた中で思い入れのある一曲を教えてください。そうですね、初めてレコードでヒップホップだと認識してラップだと認識して買ったレコード、ユーザロック&DJ ベンザエースの、タイトバットファットっていう昔の MP があって、そのメイドインジャパン、メイドインジャパンっていう曲があって、すごいポステカットで大勢いろんな人がラップしてるやつなんですけど、その若いながらにそれがすごい衝撃で、すごくかっこよくて、そうですね、それが一番衝撃を受けたというか、思い入れがあるというか、めったにかからないですけど、今でもどっかでこう誰かがやっぱかけると、
わーって思いますね。です。質問は以上になります。はい、ありがとうございます。インダシャーロックさんでした。ヒストリーボイス GL。